本日は2020年、2月の10日ですね。10年前の医療は現在の医療にあらず、医療っていうのは常に進化する学問であり、実学です。コロナのオミクロン株ね、結構猛威を振るってましたけども、実効再生産数も落ち着いてきたとか、一応起用としてますし、少し感染数の増加も鈍化しているような感じです。ベースが高いんでね、何とも言えませんけども、そろそろ感染者数がピークアウトしてくる時点ではないかと思います。でも今はもう市中感染ですから、どこでかかるか分かりませんので、空気質には気をつけていただいて、換気の悪いところには近づかない、マスクをするということをね、気をつけてください。ね、春になればね、ある程度もっと落ち着いてくるとは思います。それではね、産婦人科のアーカイブですけども、アーカイブで、ヘルペス感染症は彼に伝えるべきか、というご質問をいただきました。2年間付き合っていた人と別れました。付き合ってしばらくして性器ヘルペスとコンジュロームを発症しました。そして別れて半年くらい経った先日、クラミジアに感染していることが分かりました。クラミジアは薬を服用して再検査で陰性になったので安心しているのですが、いろいろ自分で調べた結果、ヘルペスとコンジュロームのウイルスは一度感染すると一生体から消えないものなんだという認識をしています。これから新しい人と付き合う時に、どう病気を打ち明けてよいのか考えると前に進めないでいます。やっぱりこの2つの病気のことは伝えた方が良いですか？ということですよね。彼に隠し事をしないということではそういうことなんですけども、ちょっと病気の認識としてですね、少し間違っているところがありますね。クラミジア、これは薬で完治します。それからコンジロームに関しても、基本的には潜伏期間3ヶ月ね、6ヶ月再発がないと考えれば、コンジュローム完治していると考えていただいて、いいと思います。で、ヘルペスはですね、これは神経節に、潜り込む、ウイルスなんで、これに関しては、一度感染すると、神経節に潜り込んで治癒したように見えますけども、免疫が弱ってくるとまた出てくる。でも2回目以降からは、少しピリピリするとか、少し潰瘍が起こるとか、いう程度の症状にはなります。でもそこで潰瘍が起こった部分はやっぱり感染性があるんで、そういうピリピリするとか痛いとか、いうような場合には、性生活を持つと彼に移しちゃうということがあります。で、感染率に関してなんですけども、一般の感染率に関してですけども、男性の方が少し少なく20から女性の方が30%ね。だから一般の普通の人というか、一般の人でも20、30%を持っている、基本ありふれた病気で、1度目の感染は非常に痛くね、症状も重いんですけども、2度目の感染からは、少しアフターぐらい、唇のアフターぐらいの潰瘍がね、起こってくる程度というふうに考えてください。ね、で、その時には、こういう潰瘍が起こってくる時には人に移す可能性があるということ。この認識を持っていただいて、新しい彼に、何をどう話すかっていうのは、個人の問題なんで、よくよく考えてからね。初めから全てを話すというか、よくよく考えてから、相談ということもあるのかなと思いますんで、性器感染症をね、クラミジア、コンジローム、性器ヘルペスね、この3つに関して、ヘルペスだけが、少し生涯付き合ってかなあかん病気ですけども、2回目からの感染はそれほどひどい感染を起こさないし、その潰瘍が起こってきた時だけに感染性があるということを認識してください。それじゃあ時間もあったんで手品します。
じゃあ好きなものを選んでいただいて、じゃあここに入れますね。で入れたものが押さえると